ペルイングバール・ブローネマルクは、スウェーデンの整形外科医,医学者、私学者。デンタルインプラントにブレークスルーを起こした、オッセオインテグレーションの発見者であり、世界的に著名なデンタルインプラントシステムである、ブローネマルクインプラントシステムの開発者。現代デンタルインプラントの父と呼ばれる、エピテーゼの研究者でもある。スウェーデンのルンド大学医学部で年、ウサギのに、 チタン製の生体顕微鏡を取り付け微小循環の観察実験を行っていた。その器具を外そうとした際チタンと骨がくっつき外せなくなったことより、チタンと骨の組織が拒否反応を起こさず結合する現象であるオッセオインテグレーションを発見した。その後ーテボリ大学に移籍し、研究を続け1965年に現在主流となる。 世界初の純チタンによるデンタルインプラントシステムの臨床応用を開始。最初の患者は先天性歯が欠損に悩むヨスタラーソンという名前の34歳の男性で、彼は上下学にデンタルインプラント手術を行い、そのインプラントはその後彼が亡くなるまで41年間問題なく機能した。1989年にはオッセオインテグレーション技術の普及のため、 スウェーデンのヨーテボリにブローネマルクオスセオインテグレーションセンターを設立。バックはその後ブラジル、東京など世界9カ国に設立され現在に至る。現在はブラジルサンパウロ州、パウルーに在住し、デンタルインプラントの治療、手動を行っている。近年はインプラントを使って固定したエピテーゼの研究も行っており、それに関した著書も多数執筆している。 上記の業績に対し、数々の賞を受けている。1992年に、ミニノーベル賞とも呼ばれる、ザスウェディッシュエンジニアリングアカデミー、エスイコーリープレスティジェスメダルフォーテクニカルイノベーションを受賞。また、ハーバード科会学校より、アメリカ合衆国における、デンタルインプラントの業績に対し表彰され、生前は、ヨーロッパと北米で30以上の名誉職に就いていた。 息子のリカードも外科医であり、人工関節付きの義足、指の再建の等の研究を行っている。ブローネマルクオッセオインテグレーションインプラントセンター。2015年1月12日閲覧。イコール、インプラント情報ページ。 h t t p w w w d o c t o r s p i l e r c o m i m p l a n t s h t m ブローネマルクオッセオインテグレーションセンター」公式サイトハット AB ブランマークバイオグラフィーアーカイブド2010年10月23日アットザェイバックマシンプロテーゼの世界を改革する リカードブローネマルク。ゴタボーベを、httpww. w ゴタボーベを、ドットコム、トップマニー、インターベース、リカードブレインマーク、4.4a54、CDF114FQDDC5 だ八岡8億8万1361、HTML2010 年2月23日閲覧。ありがとうございます。